元 WBC 世界フライ級チャンピオン比嘉大吾の移籍後最初の試合、バンタム級10回戦です。もう一度世界を取るために新たなスタートを切る比嘉大吾の試合が始まりました。黒いグローブ、そして金のベルトラインが比嘉大吾です。黒のトランクス、そして紫のラインが入っているのが比嘉大吾です。そして一方で同じ黒のグローブですけれども、黒のトランクス、黄色のラインが入っているのが堤誠也です。さあ、解説は元 WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔さんです。内藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この比嘉にとってはリスタート、ジムを移籍してからの、まあ、最初の試合となりますけれども、比嘉のどんなところに注目していきますか？そうですね、やっぱりこう皆さん思っているのは比嘉選手のこう KO というか、はい、でどんなこうパンチを炸裂してくれるんだろうという、やっぱりちょっと 思いますね、そう思ってしまいますね、そこは。はい、まあ、なんといっても日本人初の全戦全 KO 勝利での王座獲得となりました、これですよね。ただ今回のこの堤選手、はい、簡単には KO できるような選手はないですよ。はい、いや、というか非常に楽しみなカードです、これは。そうですよね、始まりましたけども、この堤もですね、まあ、アマチュア時代にこの比嘉と顔を合わせまして、2度顔を合わせて2度ともこの堤がかかっています。ですから、まあ、アマチュアで顔を合わせて、そしてプロで初めてこの顔を合わせるわけですけれども、この堤の良さというのはどういうところでしょうかね。やはりアマチュアのキャリアを十分にこう背負ってですね、その後にプロ入りしたという、そこはやっぱり大きいですよね。はい、そのテクニックですよね。80何戦してるんですよね。はい、アマチュアでですね、はい、アマチュア101戦してます、ね、101戦で80勝以上してますよね。はい、相当これ復帰戦の相手としては結構リスクのある、はい、比嘉選手からすれば、はい、そういう選手ですよ。堤選手からすれば本当これは大チャンスでありますからね。はい、で比嘉選手に勝てばもう一気に出世しますよ。そうですね、確かにこの堤自身も試合が始まるまでですね、まあ、相手が元世界チャンピオンで世界ランカー、そして知名度もある、この相手を倒せたら自分の知名度が一気に上がる、何より自分が世界に通用するレベルというのを証明できると話していました、ビーブリスルート。はい、あれなんですね、2人は友達同士というか、はい、知り合いなんですよ、親友というか。そうなんですよ ね、そのアマチュア時代から続く、まあ、友ということで。そうですよね、はい、いや、それで戦うんですから、いや、すごいなと思いましたよ。そうですね、お互いにまあやりづらさもないのか、このあたりもかなり注目の一つのポイントではあります。残り10秒となった第1ラウンドです。左フック2つ3つと持っていこうというこの堤です。かなり第1ラウンドから1、2、3、4、ラウンド2、第2ラウンドに入りました。さあ、内藤さん、この第1ラウンドの立ち上がり、両者はどのようにご覧になりました？見た感じですと、やっぱり堤選手の方が、はい、チャレンジャーの気持ちで戦っているのかなと、手数も、はい、1ラウンドは、はい、今もそうですけどね、果敢に攻めてますよね、堤選手ね。そうですね、まあ、先に手を出していこうというその動きがありますね。そうですね、はい、元チャンピオンですからね、はい、相当な存在ですから、堤選手からすれば。一方の比嘉の立ち上がりはどうでしょうか？冷静に戦って、最初は行かずに様子を見た1ラウンドだったかなと思います。なるほど、この両者は、まあ、同級生といいますか、今年ともに25歳になります。高校時代に2度顔を合わせました、アマチュアです。そこではこの堤が勝ちました。とはいえもう 7、8 年前のことだから、もうそんなことはもうこのプロに入っては関係ないというふうに両者は思っています。ただその中でその堤、いや、左ック先に手を出していこうというこの堤です。今年の2月に比嘉が復帰した、その翌月にも一緒にご飯を食べているという、この堤の家でご飯を食べているという。カウンター、ナイスナイスカウンター、ナイスカウンター、リースカウント、よかったですね。はい、それだけの2人の仲ということなんですよね。本当に仲がいいんですね、よく、ね、戦うって、ね、思いましたね、お互い。ただそれだけある意味リブリステルと堤です。お互いの手の内を知っているようなこの友同士っていうのはやりづらさどうなんですか？ペルフク、比嘉です。いやーねー、これは2人にしかわからないことですけども、はい、なんか僕だったらちょっとやりにくい感じがあるかなと思いますけどね、
ただアマチュア、どういう心境ですかね、2回負けてますからね、比嘉選手としては、はい、だからとうとうね、リベンジする日が来たのか思ってるかもしれないですね、はい、で堤選手からしたら2回勝ってますからね、自信があると思うんですよ、はい、でしかもチャンスありますからね、元チャンピオンだというのがね、右スタート、比嘉、比嘉の右が伸びました、今の良かったですね、はい、まあ、比嘉は高校を卒業してすぐにプロデビュー、一方の堤は大学に通って右アッパー、比嘉です大学に通ってそれから2年前にプロデビューという、ですからまあプロデビューは4年違いはあるんですけれども、同級生同い年、そして比嘉アッパー、右スタート、比嘉です、あ、頭当たったか、頭が当たりましたか、かなりの近い距離での来た、ああ消えたかな、ドクターチェックが入りますね、今の良かったですけどね、はい、あの下から右ストレートっていうね、頭、ああ堤の右目の上あたりでしょうか、だいぶ血が出てますね、今の接近戦で頭が当たったでしょうか、ただ今その接近戦での比嘉の動きでしたけども、アッパーそしてミスレスがかっこよかったね、まあそこまで深い感じはなさそうですね、残り20秒の第2ラウンドです、少し様子を見ながら左ジャブ、比嘉の左です、ただその比嘉の左に堤を左を返していく、左フック、右アッパー、左フック、比嘉の左フックです、だからフック、はい、まだ近い距離、残り10秒切った中で両者が打っていく、近い距離、左フック、右足下ろし、比嘉ラウンド3、第3ラウンドに入りました、さあ内藤さん、はい、第1ラウンドはやや両者様子見のようなところ、そして第2ラウンドにぐっと距離が近づきましたね、はい、そうですね、比嘉、ね、選手のパンチ結構当たってましたけども、はい、それでも打ち返す堤選手がいましたね、なかなかいい打ち合いでしたよ、はい、また近い距離、左堤の左です、フェイントかけながら左フック、これダッキングでかわしました堤です、いいですね、あのハードパンチャーの、ね、比嘉選手に対して堤選手、はい、ね、臆することなく、果敢に攻めてますね、はい、まあ、比嘉陣営の乃木トレーナーはその、まあ、序盤といいますか最初の入り方がポイントになってくると話していましたが、その入り方という意味ではどうですか、比嘉は、比嘉の入り方ですか、はい、セルフクガンガン行ってるわけではないですね、まだあの様子見ながらの入り方ですかね、まだね、うん、やっぱり2階級上がってますからね、そうですね、階級の時とは違うやっぱ入り方だとは思いますけどね、はい、うん、パワーが違いますからね、やっぱり階級上げて、そうですね、やっぱり体格もちょっと、うん、まだね、今の段階ちょっと堤選手の方がちょっと気持ち少しやっぱ大きいのも見えるんでね、はい、パワーはありますからね、比嘉選手、そうですね、近い距離からヒルボディ右ストレート、比嘉、まあ、比嘉も2年半前にフライ級の、まあ、3度目の防衛戦で減量失敗、ベルト剥奪として 初黒星というものになりました、そこから、まあ、右アッパーヒルフック無期限のライセンス停止、まあ、実際は結果的には1年半だったんですけれども、そしてそこから2階級を上げて、まあ、前回の今年の2月には試合がありました、この階級を上げての試合、まあ、乃木トレーナーはしっかりとトレーニングはしていたということなんですけれども、まだまだちょっともうちょっと見ていかないとバンタム級での動きっていうのは分かりませんかね、そうですね、まあ、なんだろう、まあ、まだ完全なバンタムではないのかなと、はい、うん、まあ、うん、これからもっともっと作っていくんではないかな、出来上がるのはこれからじゃないかなという気はしてますけどね、僕は、はい、まあ、乃木トレーナーもしっかりとトレーニングは左ボディーしてきていると話しますが、まあ、ただあくまでこの試合は見極めの試合であると乃木トレーナーは話します、おそらくまあ 2,3 試合はちょっと見ないとわからないということも話をしていました、見極めの試合にしてはかなりの強敵を、選んだなという感じはしますけども、そうですね、しかもアマチュアで2度とも負けてますからね、はい、その当時は、まあ、堤はまあ小手先で勝ったんですよというふうに、右アッパーが距離を詰めていくのは堤だ話していましたが、第3ラウンド残り10秒切っています、また2人の距離が近づきます、かなり堤の流血が激しくなってきました、そうですね、左フック、ラウンド4、第4ラウンドに入りました、先ほどの第3ラウンドでバッティングがまたありました、
比嘉が左目の上、そして堤が左側頭部を切りました。この傷は偶然のバッティングによるものです。右スレート第4ラウンド、ここも堤が先に手を出していきま す、ね、いいですね。はい、左フックカウンターを押しました比嘉です。しかし受けた分の倍以上返していくのは堤です。ペース考えろ、ペース考えろ、ペース考えろ。堤陣営から上はペースを考えろという声も飛びましたね。確かにちょっと飛ばしている感はありますからね。はい、でもいいですよ、心構えはいいよね。やはりそのだけおひねり比嘉の左です。冷静ですね、いいですよ。デルボディ、この比嘉の魅力はやはりそのパワーもそうですけれども、左からのコンビネーションですよね。そうですね、左ダブルトリプル、さらにそこに右を交えてくる、このあたりが比嘉のうまさ、上下の打ち分け、そして縦横の揺さぶり、そういったところもあります。そのフライ級の時と打ち方自体は全然変わってないんだとノビトレーナー話します。堤が左左の打ち合い、いやでも相変わらず堤選手いいですね、はい、先手先手で本当チャレンジャーのようなね、はい、まるでチャレンジャーのような戦い、ね、攻め方をしてますよ。はい、左フック、いい試合です。ランキングでは相手の方が格上ですからね。はい、そうですね、出血はちょっと気になりますね。だいぶ堤の出血が激しくなって、そのグローブでその血を拭う姿が多くなってました。堤です、距離を詰めてレンタです。ロープ左ボディ、だいぶこう比嘉がロープを背負うような場面が多く見られる気がするんですが、その後どうでしょうね。まあでも冷静に僕は見てるのだとは思うんですけども、見栄え的にはちょっとあまり良くはないとは思いますけども、まあただパンチはもらってはいないです。はい、あとまあ、そうですね、よく言えばもう少し比嘉選手手数欲しい気はします。確かに手数という意味で言いますと堤の方が出ているような印象もありますね。はい、右スレート、ナイス、いいクロスだ、ナイス、一発を返していきます。この堤の手数というところでいうと、比嘉陣営も試合前から想定はしていたと話していますが、手数の多さ、さらには引き出しの多さ、このあたりが堤の武器。そして相手が嫌がることをラウンドごとに返ってきて、左フック、さらに大きく打ってきました堤。相手の嫌がることをしっかりやってくるのが堤のうまさなんだと、そのあたりは比嘉陣営は警戒をしています。やはりその比嘉が嫌がることというのは堤がやっているという印象はどうでしょう、内藤さんはありますか。まだね、そこまで思わないかな。そうです、手数は多いんですけども、はい、まだそこまでこう嫌がるとは思いますけどね。逆に手数の多さが比嘉が嫌がってる、まあ、嫌ってラウンド5、おっ、新規1点、ジムを移籍して最初の試合を迎えました比嘉大吾、バンダム級の10回戦第5ラウンドに入っています。比嘉にとってはアマチュアからの友、堤誠也を迎えてのこの試合、まあ、堤にとっては自分は引き立て役ではない、むしろ潰して奪い合う役なんだと気合十分の堤でした。友だから引かない、友だから引くというのはなく、友だから引かない、ボクシングは人生の奪い合いだと話していた、踏み台にさせてもらうと話していた堤です。その堤が左を伸ばしていきます。右アッパー、左フック、左フック、これは空振り、頭同じよ、ナイスだ。堤が常に左へ動いていきます。左が2つ、やはり正面に立つとね、やっぱ危険を感じるっていう思いでしょうね。はい、じゃありますからね、バンタム級に上げてもやっぱパンチャーの点がありますから。はい、ここまた堤の、いや、左フック、いいですね、はい、元左、左フック、比嘉のラッシュが出てきたか。そして堤の流血も気になる、ワンツースリー、堤が見つかる、ここで下がらないのが、まあ、正解だと思います。堤選手、気持ち強いでしょ。そうですね、下がったらずれてるんですね、ますからね。右アッパー、左フック、近い距離からの比嘉のアッパー、縦の攻撃、しかし、ね、もらったんですけど、堤選手下がらなかったですね。やはり、まあ、気持ちでは負けないというその思いですかね。そうですね、今も比嘉のフェイントに対して右を少し出していくという一つに対応している腕ラッパー、ありがとうございます、重たい、はい、この湿気と気になりますけども、おお、危ない、ここでスイッチしました、ね、
スミがスイッチ、下手してスイッチしない方がいいと思いますけど、このスミはですね、スイッチ、元からスイッチをする選手なんですけれども、リボでいただくもともと右利きなんですが、高校時代にスイッチにこう転向といいますか、左ですね、サウスポーに強制していって、その中で右と左両方をやっていく中でスイッチが磨かれていったという、そういったのも一つの武器なんですけれども、このダイグラウンドでそのスイッチを見せてきました。左、ワンツー、やっぱ左フック、いや、いや、いい攻撃ですよ今の、はい、最後フックね、入ってましたからね。これまで世界戦でも何人もの相手をこの左フックで倒してきました。比嘉の魅力、このパワーコンビネーション、そのうちの一つの左です。左フックがこの5ラウンド何度持ち点を捉えています。またスイッチしながら左構えに入りました。ことも取りました。やっぱ左フック、ラウンド6、階級を2つ上げて臨んでいるこの比嘉です。10ラウンドで行われますけれども、折り返し6ラウンドに入りました。左フック、いかがってます、左の距離が近づいて、右ボディ、左フィットゆくカウンター、左右、大きく打っていった比嘉、絶対ですね、はい、徐々に逃げすると、左ラッパー、どうでしょうか、比嘉の手数もまた出てきたというような印象もありますか。そうですね、はい、まあ、あと接近するとこう打ちやすい、く接近戦の時にこうまとめるというのもあるかもしれないですね。右アッパー、危ない危ない、今も右アッパー、接近戦でまとめるというのは、その比嘉がまとめるというところですか。接近戦の時にこうパンチをまとめるという、そういうもしかしたら作戦もあるかもしれないですね。なるほどですね、距離を取ってる間手数だけを突き、ね、はい、当たらなければ疲れて絶対ないだけですから、はい、それはこの堤が積極的に前に出てくるからこそ、まあ、合わせていくというところもあるんですかね。まあ、タイミングもありますけども、はい、僕的にですけど、堤選手側はヒットハンドウェイを心がけているような気がするんですよね、はい、ただ、足を止める時もあるんですが、その時に比嘉選手もまとめるという、はい、そういうような戦いにちょっと見えてますけどね、僕的には。ただ距離は取りたいはずなんですよ、堤選手陣営は、はい、まあ、それだけ比嘉のもちろん手数といいますか、まあ、パワーといいますか ね、それもありますからね、警戒するところですからね、はい、左フック合わせていこうという比嘉、違う結構そうですね、堤の流血かなりのおいたらしさ、左ボディ、うまいですね、今のうまいですね、カウンター陣でまとめましたね。これまでプロ6戦ありまして、5勝無敗、引き分けが1つ、左フック、前回の試合引き分けに終わったんですけれども、下馬評では相手中島の方が強いと言われていましたが、実際には早い出入り、そしてかなりの手数で圧倒して、まあ、結果ドローということになりましたけれども、そこでかなり評価を得たという筒です。ただやっぱり勝ちたかった、勝つためにはもう一歩踏み込むべきだったというふうに悔やんでいたこの筒です。だからこそこの試合はより一歩前へという思いがおそらくあると思います。大丈夫、右ストレート、左ボディ、左フック、スミが手を出していく、右フック、これは川下比嘉です。いいですよ、手数多いですよ、スミ選手、はい、やはりより多く手を出していこうというような思いでしょうかね。より右に入って左、積極的に手を出していきます。そうですね、コーナーを沿わせるスミです。またスイッチ、サウスポーになりました。戻した、ラウンド7、第7ラウンドに入りました。比嘉大吾、これまで勝った試合は全て KO 勝利です。フルラウンドまで持ち込んだこと、まあ、10ラウンドまで行ったことありますが、その時には今から5年前ですけれども、10ラウンド2分5秒でのテクニカルナックアウト勝利というものがありました。まだ判定決着までは行ったことがないこの比嘉です。第7ラウンドを迎えています。ガードを固める、はい、ナイス、比嘉に対してそのガードの上から手を出していく筒です。まあ、このガードの硬さもこの比嘉の武器ですよね。そうですね、はい、振り込んで左ボディ、今のはすごい武器でしたね、硬かったですね、はい、ナイスカウンター、この一歩の踏み込み、左歩いてという
指示が堤陣営が出てますね、うん、やっぱり正面には立ちたくないということだと思うんですけどね。はい、右歩いてではなくてやっぱ左歩いてというのがまだあるんですね。うん、ね、左あの、ね、なかなか左っていうのは比嘉の左から遠ざかる動きですね。これはそういった狙いがあるんですよね。右数を大きく持っていきます。ガードの上です。比嘉はしっかりガードしています。ただこのガードが少し小首をかしげました。比嘉です。ガードを固めながらも堤の鼻のあたりからちょっとそうですね、出血がありますね。ゆっくりじわじわ追い詰めてますね。はい、そうですね、この手を出さずにプレスをかけていくということですね。堤、ね、選手はこう詰まらないようにこうちゃんとこう手数で応戦はしてますね。はい、スイッチして左に、うん、動きはいいですね。これまでこの、まあ、日側はかなりプレスももちろんあってその積極的な攻めというのが魅力の一つでしたけれども、ガードを固めながらプレスをかけていくっていうのもこの日側の戦い方ですね。そうですね、常にあの比嘉選手はガード高いですよね、はい、素晴らしいことですよ。疲れますからあのラウンド重ねると手を上げてるだけでもねやっぱりね重たくなってくるんですよ。デルフック、もう一度デルフック右ストレート。こんにちは、気をつけないでしょ、鎮西選手やっぱ強いですね。はい、力というかでも鎮西も右を返します。左ボディからの右デルボディフィトルフク、まあ、比嘉の手数がかなり多くなってきた。そうですね、やっぱり接近すると接近戦になると手数が多いですよね、はい、気をつけたいですよ。次はですねラウンド8、試合は終盤戦8ラウンドに入っています。先ほどの7ラウンドで堤の鼻が切れました。これは比嘉のヒッティングによるものです。ワンツー、比嘉です。この鼻の傷に関しましてはこの傷が原因で試合が止まった場合には比嘉のテクニカルナックアウト勝利となります。左取り、ちょっとこのラウンドは先に手を出してくれた比嘉です。そうですね、はい、トリッキーなパンチが当たってますよ。足を止めない方がいいですよ、堤選手は。はい、逆にこの比嘉は、まあ、フェイントも織り交ぜながらの攻めですね。ちょっとギアを上げたような感じもありますね。まだ行ってほしいんですけども、はい、うん、ここ、極端な感じですね。ここでちょっと止まってますよ、手数が。もっと行ってほしいってことですね。そうですね、せっかく前半ワンツー、右ストレート、左フック、ここで続いて右を返す。また行ってほしい。それは行きたくていけないのか、あえて行かないのか、そのあたりはどうなんでしょうか。どうなんですかね、やっぱ寄せながらまあ、僕的にはあのここでこうまとめてね、こういったかという思いはあるんですけども、はい、やっぱり KO もね、やっぱり比嘉選手には期待したいですね、ギアを一つ上げた、左パー、右ストレート、比嘉です。カウンター気味で入りましたよ、右が、はい、ここで、おー、ナイスパー、もう一度右アッパーも折り交ぜてきました。ただこの堤がスイッチしながら距離を詰めていく。そうですね、気持ちいいハート強いですね。はい、デルボディただ肘でしっかりガードしていた比嘉です。グッと二人の距離が近づいて左ボディ、右ストレート打っていきます。比嘉の右アッパー、だから休ませんなの指示がありますから、比嘉、はい、選手としてはちょっともうちょっと出てほしいです。右ストレートの比嘉、ただ比嘉のパンチ、手数も出てきました。この8ラウンドです。そうですね、いい攻めしてますよ。はい、右ストレート比嘉、押し合いから右アッパーは空を切った。ヘルフ右を返しました、堤です。もう一度堤の右、そうですね、気強いですね。はい、いいですね、打たれた分だけ打ち返す左フック、ナイス、比嘉の左フック、再三この比嘉の左フックが堤の顔面を捉えています。堤選手あのね、気もハード強く言っても手も返すんですけども、はい、クリーンヒットで言えばあの比嘉選手の方がやっぱり多い気はしますね。一発一発ですね、ワンツー、左
さあ第8ラウンドも残り10秒、右ストレート、比嘉少し堤が笑った、口元にやけたようにも見えました堤です。左腕を返した、右ストレート、ラウンド9。さあ残り2ラウンドになりました、第9ラウンドに入っています。内藤さん、ここまでのここで堤が手を出してきました。ダルク、そして右ストレート、左、かなりプレスをかけていきました堤です。左左右かなり大きく打っていきます。さあ、そう下がってしまった比嘉です。ここは内藤さん、はい、ではパー右ストレート、堤が一気に手を出してきましたね。そうですね、はい、ポイント的にちょっともしかしたら、うん、不利かもしれないという思いもあるかもしれません、うん、なのでちょっと9ラウンド勝負に来てますね、うん、もしポイントでリードしていると思っているのであれば、はい、比嘉選手相手にこういうの9ラウンドこういう出方はしないと思いますよ、むしろ距離を取ってっていうところですね。そうですね、むしろ距離を取らずに踏み込んできて手を出してきてるくということは、ここで、ね、比嘉選手で応戦してほしいですけども、右ラッシュかけっぱなしじゃポイントは取られますから、はい、スイッチしました。右ストレートを返す比嘉です。スイッチして左ストレート、ここは打ち合うべきですよ。はい、左くこのポイントをじゃあ、まあ、堤陣営としては取りたいというところで手を出してくる、 それも多分比嘉としてもその相手の気もしていますかね、やりたいことも分かってるでしょうからどうしてくるんですね。ああ、行くとこですよ、ここは疲れてますから、はい、でもね、いやでも堤選手手すごいですね、はい、気持ち入ってます。しっかり、ね、練習してきた証拠ですよ。ヘルク比嘉選手出てほしい。ここは右ストレート、堤が出た分比嘉も返していく。左ボディ、ナイスボディ、左ボディ、左ボディ、左疲れてるんですけど堤選手、はい、手出しますね、はい、いやこれは素晴らしいですよ、気持ち入ってますよ。手に負けたくないという状況ですね。いってほしい、これいってほしい。確かに堤が疲れてるか、そこに比嘉が、疲れても手を出す、スイッチ左ストレート、随所にスイッチ、左構えを織り交ぜながらの堤です、はい、第9ラウンド最初からかなり堤が手を出していく、それに応戦するように時折下がることもありますが、こうするかのように手を出していく比嘉です。ここで一緒に休んでほしくないんですよ、比嘉選手は、はい、疲れてるのは堤選手も疲れてますよ今、はい、かなりの流血も見られます。前へ前へ出続けるこの堤、それに対して左ボディ右後ろのし、これは空振り、そして左、いいラウンドですよ、右ストレート、比嘉の右左ボディをこすってくれた、入ってくるところ飛べるかのような左ジャブ、そして右大きく打っていきました比嘉です。ラウンド10ラストラウンド、アマチュアからの友、アマチュアで2度顔を合わせた、プロのリングでは初めて顔を合わせたこの両者、第10ラウンドを迎えました。さあ両者が手を出していきま す、大事なラウンドですよこれは、はい、なお比嘉はこれまで勝った試合は全て KO 勝利、判定決着というものは今までありません。右ストレート、比嘉です。踏み込んできた、堤、うん、テレボディアッパー。ここに潜り込んでいこうという比嘉さん、左を合わせていきます。踏んでますね、堤選手。気持ちですね。右ストレート。同級生、友達同士、ただ、お互い殴り合う。拳をぶつけ合う。気持ちをぶつけ合う。最後だ、手をもっと出してほしい。はい。ボクシングは人生の奪い合いだという話をしています。友達だから手を抜くなんてことはない、気持ちをぶつけていくんだと話していましたが、左ボディ、ナイスボディ、比嘉の左ボディ歩け、気持ちをぶつけ、左ボディ、その後前へ出続ける堤です。前へ出る堤、それに合わせる比嘉、右ボディです。かなり堤もフラフラのようにもありますけれども、ただ手を出してきますね。そうですね、いや素晴らしい、はい、よく練習してる証拠です。右ストレートは比嘉、惜しい、綺麗には当たりませんでした、
さあ最後、比嘉選手ももっと出てほしいですよ。はい、ニュースレットを高めかわしていながら残り懐に行こうという時間。さあ第10ラウンドです、押し合いからもし KO を狙っているのであればやっぱりここは頑張ってほしい。はい、拳をぶつけ合う。左ヘルフック、左ボディ、ランドボディ、そしてアッパーを持ってきます。比嘉です。フェイントをかける、そこに合わせた包み、館内からも拍手です。かなり両者に声援を上げる、思いを伝える。いや、手が止まらないですね、はい、素晴らしいです。負けたくないというその思いですね。そうですね、比嘉選手ここで応戦してほしい。はい、いけ、距離が近づく。あ、一緒に休んではダメだ。死力を尽くす両者です。右ストレート、ここも釣りが手を出していく。右ストレート、カウンター引っ込んでいきますが、すぐの右だ、ね、右まで左フック、もう一度右の左、左引っ込んでいった。両者が腕を振り回してきました。両者の熱い抱擁です。いい試合でしたね。フルラウンド戦いに来ました。比嘉にとっては初めての判定決着となりました。ジャッジ桂木昭彦、同じくジャッジ杉山俊夫、95対95、両選手とも規定の2票には達しませんので、この試合はドロー引き分けでございます。判定の結果ドローということになりました。思わず包みは下がり込んだ。そして比嘉は、首をひねっている。この両者の表情、なんとも言えない表情です。両者死力を尽くしましたが、判定結果ドローとなりました。